おはようございます。関根和夫です。お元気ですか、えー、おかげさまで私は元気にしております。もうだいぶ前にカメラに興味を持ってあれほれ撮り始めてあちこち動き回り楽しみがいろいろ広がっていく中でいつかやってみたいなと思っていたことがありました。それは星の撮影あるいは天の川の撮影ですね。オーストラリアに あの、留学していた時に、オーストラリアの真ん中辺で見た星の多さ。あれにはびっくりしました。あるいはエジプトのシナイ山のふもとで、えー、見た星の数の多さには、本当にびっくりしたんですね。なんかいつかそういう星をこう撮ってみたいなという思いがあったのですけれども、なかなかそういう場所に行ったり、そういう時間を合わせたり、 まあそもそも何,何に気をつけて映せばよ,よいのかなかなか手がかりもない状況の中でカメラ好きの友人でしかも星をよく撮りに行ってるという人が声をかけてくれたので便乗していわば個人レッスンを受けることになりました、まあ、といっても彼もアマチュアなので教えるという意識はないんですけれども「杉根さんぜひ一緒にどうですか?」というので声をかけてもらって。 実は日光に来ています。えー、実は来た日の夕方鹿に遭遇したんですよね。あのしかも親子であの現れました。あまりにも可愛いのでもう見とれてしまったんですけれどもふと我に返ってカメラを取り出して撮ってみました。えー、無事に撮れたんですけどね。で途中親の鹿が小鹿に向かって耳打ちをしているように見える場面がありました。 それを見ながらですねなんかきっといいああいうおじさんに近づいちゃダメなんだよって言われてんだろうなとちょっと思ったりしたんですよねで今朝はですね屋根の上を歩く猿くんがいたんですよあまりにもすばしっこかったのでカメラを取り出す時間なかったんですけれども友達が「関根さん昨日は鹿で今日はル、明日はもう熊しか残ってないですね」と言われてですね「明日はもう帰るから大丈夫」 まあとにかく夜中過ぎに真っ暗な駐車場に出かけていき月が沈むのを待って星を見るとそこにはまさに「無数」という表現がぴったりの数の星がありましたまあそれはオーストラリアで見た数エジプトで見た数にも匹敵するほどもう本当にもう星だらけという感じでした残念ながら天の川は数分見えただけで あっっという間に雲に雲隠れてしまったんですねあのでも私の友人はうまく写していましたけれども私は設定に手間取ってうまく撮れずというか全く天の川は撮れなかったんですがでもまあ,あの雲が出てきて星が見えなくなる見えにくくなるという時までの間にあの、まあ、何枚か、えー、星を撮ってみたんですね山を入れたり木を入れたりしながら星を撮りました。 うまくは取れなかったんですけれども、でもまあ、初めてにしてはこんなもんかなという感じで、えー、楽しい時間になりました。そして思ったんですよね。毎晩毎晩天気さえ良ければ、まあ、ある場所にもよるだろうけれども、この天体ショーというのは、毎晩開催されていて、展示されてるんだなと思ったとき、何かね、神様のこう、 何て言うんでしょうね。気前の良さというか、なんかそれをちょっと感じたんですよね。すごいなーって。でももしかすると見慣れてる人たちは、もうなんか全然、わーっともしない、もうびっくりもしないという、それでという感じの人もいらっしゃるかもしれないですね。なんかね、とっても残念な感じがしたんですよね。そうだとすれば。なんか私はとても、こう、もうとにかくその数の多さにびっくりして、 えー、毎晩でも撮りりにに行きたいと思うようよなな感じになりました、えーまあいつかきっと関根先生も星になっちゃったねって言われる日があるのかなとかと思ったりしたんですけれども、えー、とにかくうん初めての星を撮るという体験を経験し、えー、楽しい時間を持ちました。 まあもう少し練習してあのうまくなったらなんか北アルプスの唐あたりに出かけていって夜空の星を撮りたいものだなとこう意欲を燃やし始めています前回行った時にはマグレでちょっと撮れたんですけども作品とは呼べないものだったのでまあちょっと少しずつこういうのも楽しみとして広げていきたいなと思った次第ですまあしかし余裕があるわけでもないのに えー、とにかくあれこれ楽しみを増やしながら、えー、生きている私のような老人、まあ、これも元気の一つ秘訣の一,一つなのかもしれないし一つの生き方なのかもしれないなと、えー、思っている次第です。まあ無理をしているわけではないのであの一応その身の程を知りながら楽しみを広げているという感じでやってきたんですけどね。 見上げてご覧夜の星をというのを口ずさもうと思ったんですがでもとにかくあまりにも星の数が多すぎてですね落ち着いてこう歌っていられないような気分になるほど星がいっぱいありました日光の山奥には星がいっぱいありますという報告をお届けしたいと思いますそして当然のことながら朝日も実に実に見事な輝きでした。 どうぞお元気でお過ごしください。それじゃあまた。